28日午前、埼玉県松伏町の自動車解体場で火事があり、一時、激しく黒煙が上がりました。出火当時、工場にいた従業員、敷地でゴミを燃やしていたらタイヤに、移ってしまったと話しているということで、警察と消防が火事の原因を調べてます。28日午前9時前、埼玉県松町、ひじの自動車解体工場の近くに住む、民から、黒い煙が見えると消防などに報がありました。警察によりますと、車解体工場にあったタイヤなどが燃じ、激しく黒煙が上がり、周囲に広りました。消防が消火活動にあたり、およそ2時間後にほぼ消し止められ、火事による怪我人はいないということで、警察によりますと、出火当時、宅にいた従業員が、敷地内でゴミを燃やし、いたらタイヤに燃え移ってしまったとしているということです。現場は、武志田線の南桜井駅から南東に4キロほど